フラトー・デブレ・インターフェラーまたベウール高原電波、干渉系は、フランスのビュール高原の標高2550メートル地点にある電波干渉系で、ミリ波電波天文学研究所が運営している。機能拡張に伴い、現在は、ノエマと呼ばれている。ビュール高原電波干渉系は、口径15メートルのパラボラアンテナ6台からなる、ミリ波の観測に特化した電波干渉系である。 波長 3mm、2mm、1.3mm の3つの波長域を観測することができる。6台のアンテナは東西 760m、南北 368m の T 字型に配置されたレール上を移動させることができ、波長 1.3mm 観測では最高0.5秒角の角分解能を達成することができる。 観測提案は年に2回公募されており、世界中の天文学者が応募できる。この干渉系の建設は1985年に始まり、1988年に3台のアンテナで、初めての干渉画像の合成を行った。当時の基仙長は最大288メートルであったが、2005年までにアンテナは6台になり、レールは760メートルまで延長された。 各アンテナは主に炭素繊維で作られており、主教面の面精度は約60マイクロメートルである。アンテナ数の増大とアンテナ間隔の拡大を行うことで性能を大きく向上させるプロジェクトが進行中である。2017年現在、アンテナ数は9台、アンテナ間隔は最大で760メートルとなっている。2014年9月に7台目のアンテナが 設置されたのを機に望遠鏡の名称をビュール光源電波干渉系からノエマに変更した。アンテナは最終的にはプットバイ時代の2倍に当たる12台とすることを計画している。ありがとうございます。